植物園の配置図マドリード王立植物園は、スペインマドリードにある植物園である。プラド大通りの東側にあり、プラド美術館の南側に隣接している。現在の面積は8ヘクタールである。スペイン最大の標本館でもあり、100万点以上の標本を所有している。1755年10月に国王。 フェルナンド6世の命令で、現在のプエルタデイエロの近くのマンサナーレス川の川岸の果樹園に作られたミガスカリエンテス、植物園が元になった。医師のホセケルイ・マルティネスが集めた2000点の植物が栽培された。1774年に啓蒙君主、カルロス3世が規模を大きくするために、現在の場所に移転を命令し、建築家のフランチェスコ・サバティーニとフアンデビジャヌ・エヴァが、 施設を設計し、3段になった庭園が作られ、カールフォンリンネの分類法に従って植物が配置された。新しい植物園は1781年に開園し、植物の展示だけでなく、植物学の教育のための施設となった。初代の植物学の教授に任じられたカシミーロ、ゴメソルテガは中南米への植物収集の探検を組織し、 植物園の植物の種類を増加させた。1794年にアレッサンドロ・マラスピーナが率いた太平洋の探検公会で集められた1万点以上の植物によって植物園のコレクションは増加した。1808年からの半島戦争によって植物園は荒廃したが、1857年に昆虫学者のマリアーノ・デラパスグライルスが園長となって再建され、 新しい温室の建設と上部庭園の再整備が行われた。この時期、動物園が作られたが後に動物園は移転した。1880年から1890年の間に2ヘクタールの土地が農業省に譲られ、またサイクロンで被害によって植物園は縮小した。1939年からスペイン国立研究委員会が運営するようになった。 1974年から赤日の計画案に戻す工事のため閉鎖され、1981年に再開演した。ありがとうございます。